今回は滑走障害が生じる理由ね、ここまで3回触れてきましたが、ここにあるように、滑走性が生じる、理由として組織の損傷、そして摩擦負荷、そして一定の C が持続されるということ、この3つを話してきましたが、今回は力学的な負荷が加わることによって、生じる滑走障害というものを話していきたいと思います。力学的負荷によって、筋の過緊張を伴うようになると、その筋の周辺組織に滑走性の低下が生じやすくなります。特に、持続的な筋緊張が生じると、その、周辺組織には滑走障害が生じるようになるということ、これを、知ってほしいなと思います。このことを人間の体で理解するために、これをちょっとこの図を見てください。まず股関節の外側の組織、こういった組織で、を例に挙げて考えてみたいと思います。例えば骨盤が側方変異していたり、あとは、体幹の質量中心がこう外側に偏っていたりということ、こういったことによって股関節の外転モーメントというのは大きくなってしまうんです。このような体の使い方をしている、ケースでは股関節外転筋、特に中殿筋と小殿筋に過緊張を生じているということ、これが、よくあるわけです。この場合、中殿筋と小殿筋の間には上殿神経という神経、そして筋と筋膜の間に滑走障害を生じることが、これよくあるわけです。これも、臨床で、結構多い、症状の一つではないかなと思いますよ。これは筋の過緊張が生じることによって、通常より硬くなった筋ですね、筋肉の過緊張によって、でそれとその周辺組織がこの擦れる、滑走することですね、摩擦負荷が大きくなることによって炎症が生じ、滑走障害が生じるということが言えるのではないかなと思います。でこのように人間の体というのは、通常は、例えば、スポーツをしたって、痛みにつながるような滑走障害というのは起こらないわけです。しかし非生理的な力学的負荷、これが起こることによって、筋肉の過緊張が、起こり、それが、滑走性の低下につながるということは非常に多いなと、私は考えているんです。このような場合は、その筋肉の過緊張を抑制して滑走性を改善させると同時に、筋力の強化、また体の使い方を学習するということが大事ではないかなというふうに思いますよ。いかがだったでしょうかね。今回4つ触れましたが、本当に4つの滑走障害深掘りして、理解すると皆さんの臨床で参考になることたくさんあると思いますよ。体というのは層状になっていて、関節運動に伴って常にもう相当な距離を滑走しているということをまず臨床でイメージできるということ、大事ではないかなと思います。そしてその組織間には多くの感覚受容器があるわけですから、滑走性が低下すると摩擦負荷も大きくなって痛みとか可動域制限が生じるようになるということ、これ本当大事ですよね。そして運動器における痛みを考える上で、重要な概念であるということを私は考えているわけです。ここまで解説してきたこの滑走障害が生じるメカニズムを理解することで、皆さんの中で治療の行っている時に糸口が生まれるということが私は大事だと思いますので、初めて聞くことが多かったので、理解するのも難しいところもあったかもしれませんが、こういうことをしっかり理解して、皆さんが臨床で実際に患者さんと対峙した時に、発想が生まれるということがまた大事だと思いますよ。